日本三重県島市阿護町うかた方かたを元に作成。前川と横山阿護町うかたは、三重県島市の地名。市外局番は零五九九、ウェブ三。市内局番は四十三、四十四、四十六である。島市内での人口の中で、阿護町うかたが最多である。島市の中心街をなし、市の政治、経済、文化など幅広く影響を与えている。 面積は14.55平方キロメートルである。地形的には、島丘陵の南、宇方盆地の中央部にある。阿護湾の最も奥部は、宇方浦と呼ばれ、南岸がそれに面している。宇方中心街には、最大5メートルの津波による浸水の被害が懸念されている。ウェブ5。北は、磯部町穴川、磯部町、坂崎、東は、阿護城国府、南は、 阿護町新名、西は浜島町波間子と接する。浴衣では多数の戦士時代の遺跡が発見されている。縄文時代のものは、長時館の畑や松本、弥生時代のものは、正直かなや、古墳時代のものは、正直服変わらぬといった具合である。浴衣の地名の書室は、自称5年2月の河大三上具館主長案で、伊勢神宮の送り屋であった。 うかたみクリアに熊の山逆族等が乱入して、資材を奪取したとある。同史料によると、神宮に侵入し追悼されたが、後に伊勢島近隣の村々を襲撃したという。時代は下って、中世には、障子屋敷下記内にうかたぬい殿の助を上司とする、うかた城が築かれた。後地は1975年に設置され、島市立うかた小学校を及び宅地になっている。 英六年間には、久喜市の領地に変わり、その後、文禄の役で武功を挙げた、古志が村の古志が流星の領地となる。江戸時代には、浮方村として、阿護群浮方組に属し、鳥羽藩の配下にあった。天南元年の御講議差出目六備会によれば、領主に献上した者にはぬか、藁、柿渋、マテ貝などがあり、反農反魚の村であったことがわかる。 当時のうかた村は、西のお、中の伊予おの大谷村、東村の5つの村落からなっていた。うかたの語源から推測されるように、水鳥が多数取れたようで、山田の商人に売ったと記されている。しかし、18世紀には、神殿開発の影響で、水鳥があまり取れなくなったようである。江戸時代から、明治時代の中期頃まで、前川では、石灰船や、村越船が、 阿吾湾から訴状をしてきていた。明治時代になると隣接する新名浦村と合併してウ方村となるが、8年後の1897年に新名浦が新名村として独立したためウ方単独の村となり、1951年にウ方町に昇格する。ウ方は阿吾湾沿岸町村の物資集産地として機能するようになり、次第に 島郡南部の中心として発展していくこととなる。うかたに集まる物資の代表的なものに、沿岸町村から集められた肥料のうかたにがある。1929年7月23日のうかた駅、開業も追い風となり、うかた駅の北口に道路が建設され、商店街が誕生した。ただし、駅の南側は、水田の広がる、のどかな風景が広がっており、 町の規模や活気は、浜島や和国をとっていた。その後、二度の合併を経て、島市の一大技となる。1948年に、三重県宇方高等学校が創立されるも、1955年に、三重県立島高等学校に統合され、廃校になっている。1950年代から、観光客が増加し始め、宇方駅の利用者も増えた。 1956年、前川河口に、飛門が完成し、水田の塩害が防止されることとなった一方で、完全に周運が不可能になった。1965年には前川で、護岸工事と春節が行われた。1960年代から浮方駅北側の混雑対策として、南側の開発が行われることとなり、1966年には、 宇方駅前と地区画整理事業が観光、島の中心としての基盤が整った。開発されたのは、江戸時代の元六年間に干潟を埋め立てて開いた新田であった。約6ヘクタールの水田が埋め立てられ、東西300メートルに及ぶ近代的なビル街が出現した。国道も宇方駅の南側に通された。1970年には、近鉄特急が名古屋、 大阪方面から直接乗り入れるようになり、宇方駅を利用する観光客とサーファーが増加した。さらに1990年5月22日に小向井と地区画整理事業が認可を受け、前川沿いの水田を30.6ヘクタールを埋め立てて1996年12月に700個分が造成された。1980年7月17日、宇方駅前に 私立の島民族資料館が開館した。しかし開館から数年で閉館が取り沙汰されるほど、経営は厳しく、1998年1月31日に閉館した。2000年代以降、郊外型ショッピングセンターの進出や旅行者の自家用、自動車利用の増加により、浮方駅前は空き店舗が目立つようになっている。諸説ある。かつての浮方は、 現在よりもアゴワンが深く湾入しており、一帯に干潟を形成していた。その干潟には多数のウが生息していたため、ウカタと名付けられ、ウカタと表記された。原始時代には、渦ミカタと呼ばれ、潮石により渦が形成される干潟であったことに由来する。この説を紹介した中村氏には、渦と呼ぶほど大きな潮流があったとは考えがたく、蒸気の ウカタ説の指示を表明している。大きな型を意味する、お型から、う型になり、ウカタと表記された。2019年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。Web1。1681年以降の人口の推移。2005年以後は国勢調査による推移。1681年以降の世帯数の推移。2005年以後は、 国勢調査による推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。Web9。醤油飯とは、醤油飯の縮まった名前であり、炊き上がったご飯に醤油をかけ、煮込んだ鶏肉、人参、ちくわなどの具材を加え混ぜて作る。混ぜご飯である。Web10。なお、具材は鶏肉が主であるが、必ずしも鶏肉である必要はなく、カキやうなぎ、 シーチキンなどを用いることがあるウェブ1 0醤油飯は、法事や誕生日祝い、祭りなどの際に調理されることが多いウェブ1 0また、各家庭で味や作り方に違いがある。滋賀県高島市新旭地域にも同名の郷土料理があるが、こちらは醤油や出汁で煮込んだ具材を米と一緒に炊き上げるウェブ1 1など、浮かたの醤油飯とは異なる。安品は、 湯で煮た餅で器に入れた小豆あんを挟むようにして食べる雑煮の一種である。小豆入りの雑煮は出雲地方から中国地方、新潟県まで広がり、デザートとして喜ばれたと言われ、前菜は正月の特別な食べ物であったが、うかたのあんぴんは期限が不明である。あんぴんはうかた独自の料理であるが、近隣では飛ばしで小豆入りの雑煮を食べる習慣がある。 ウカ駅ウカ駅は市内交通の拠点となっている。鉄道バスウカ駅前バス乗り場が拠点となる。道路賢島口交差点は、北は磯部町経由で、伊勢市、戸橋へ、東は大王町、島町へ、南東及び南西は賢島へ、西は浜島町経由で、南伊勢町へつながる、島市の機関的な御さろである。東部では、 国道167号のうかた、磯部バイパスの建設が進んでいる。うかたのビル街は3から5階建て程度である。出店元では、五目ご飯と書かれている。Web10。ありがとうございます。